で右腕の骨折、右肘の脱臼という大怪我を負ってしまいましたけど、戻ってきて今季2試合目。さあ拾って黒川、黒川、黒川のミドル、均衡を破りました。76分、最後は小野の左足。いやー、左足一閃、素晴らしいコースを打ち抜きました小野の左足。これボール奪ってからなんですけど、これはまあお前のボールですよね、はい、あのハスキッチとそれから中野のアクションによって最終ラインがずるずるこう下がっていったんですよね、はい、で小野はパン左利きですから、まあ、あの見てますけど、周りバイタルのところにじりじりこう進んでいった、はい、あれだけこうスペースを与えてしまうと、まあ、小野は決めますね。